篠原博とは日本の空手や2014年には韓国のインチョンで開催された2014アジア大会で男子組手 67kg で金メダルを獲得。2018年にはインドネシアのジャカルタで開催された2018アジア大会で男子組手 67kg に出場、メダルを獲得することはできなかった。篠原博人 2018オーストリアのリンツで開催された2016年の世界空手道選手権では男子チーム組手イベントで銀メダルを獲得。ウズベキスタンのタシケントで開催された2019アジア空手選手権では男子組手 67kg のイベントで金メダルを獲得。カラテリザルツ。 2018アジアンゲームズ2020年4月19日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年4月19日閲覧エッチェルズダニエルスペインスタンタイトルホルダーズエジプト2リーチウィメンズチーム組手ファイナルアット空手ワールドチャンピオンシップスインジディスゲームズビズ https w w w i n j ディ i ゲ g a m e s b i z a r t i c l e s 1 0 4 3 1 2 0スペインスタンタイトルホルダーズエジプト2。リーチウィメンズチーム組み手ファイナルアット空手。ワールドチャンピオンシップス2020年5月11日。閲覧。イランメールチーム組み手ウィンズワールドチャンピオンシップス。テロンタイムズ .https.www. テロンタイムズ .com.news. 407,841イランメールチーム組手てウィンズワールドチャンピオンシップス2020年5月11日閲覧2019アジアン空手チャンピオンシップスリザルツワールド空手フェデレーション2020年4月23日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年4月23日閲覧ローボートム マイク、ジャパンアーンシックスタイトルズバットウズベック放ツ、オルソーゴールデンアットアジアンカラテチャンピオンシップス。インジディスゲームズ、ビズ、https、www インジディスゲームズ、ビズ、アーティクルズ、108万2367、アジアンカラテチャンピオンシップスインター試験と2020年4月23日、閲覧。ありがとうございます。